問ですね。グルの音調の特徴はどういうものですか。答え、言葉や思考を超えたもので直感的なものです。グルっていうのはセルフと一体になったお方ですので、セルフを言葉で表現することはできないんです。言葉で表現できないものと一体になった人を言葉で表現するのは不可能なんですね。例えばマハルシュの写真、まあどれでもいいんですが、皆さんのデスクトップにもあるかと思いますがね、目を見てそれを表現しようと思ったらいろいろ表現できてもね、マハルシュの本質をセルフと一体になったっていうことをね、誰も表現できるわけないんですね。だから言葉で説明できるようなことは大したことではないんです。指を指す、月を指さす、この指、人差し指と一緒でね、あれっていうよりほかないんですね。それでタッ、あれとかって言うわけですね、セルフをね。だから何でも言葉で答えられるかっていうと、そんなことはないんですね。最後のところは言葉で説明できないんですね。ですからこういう質問をする人のレベルは、その質問の内容を点検すれば大体わかるわけですね。ラマナ・マハルシが言っていることは本当なのですが、人は普通は言葉による説明を期待しているので、こういう答えではなかなか納得できないものです。まあ言葉で言えないって言われるとがっかりする人たちが大半かと思いますね。しかしグルと出会った時の直感的な身震い、ハートのときめきを、ほとんどの人は初恋とかその後の恋愛感情として似たような体験をしているはずです。まあこの人っていう人と出会った時にね、言葉で表現してって言われてもなかなか言葉で表現できないっていうのはヤングたちでも言いますね。言葉で言えないほど素敵なんですって言葉で言うでしょ。初恋の時の感情を説明してくれと言われても、言葉で正確に表現することはとてもできないでしょうし、恋愛論として思想論を展開すればそれはもう別な思考となってしまうでしょう。よく哲学者たちが恋愛論とかって書くんですがね、まあ本当に恋愛したことないんでしょう。恋愛論っていう本一冊書けるわけないでしょう、恋愛について。失恋論なら書けるかもしれませんがね、その過程とかその後の自分の惨めな気持ちとかね。でも恋愛している、した時の気持ちっていうのは文字にしたらまあ台無しではないかと思いますね。いかがですか、瀬川博士。いろんな博士がいるからね。言葉や思考を超えたものは、言葉や思考に価値観を置きすぎた人たちにはかなり分かりにくいものになってきていますが、この言葉や思考にね、ものすごく価値観を置く人たちがいるわけです。思想家とか哲学者とか評論家とか文学者とかね。何でも文字で表現できると思ったら間違いだし、何でも絵で表現できると思ったら間違いだし、何でもね、音楽で表現できると思ったら間違いなんだしね。部分的にしか表現できないわけなんですね。で、表現できないものの方がより本質的なものですからね。まあそこは言語を絶するとかって言葉で言うより他ないんですね。言葉で言語を絶するとは言えますんでね。言葉や思考はあくまでも言葉や思考を超えたものへ対応させる表現伝達手段として考案されてきたものであるね。内容を表現するために発明されたツール、道具であるって最初から理解しておかないといけないよね。
グルの恩寵に限らず、私たちが受けている様々な恵みを言葉で表現することはできるものではありません。まあ、グルの恩寵ね、ラマナマハリシのこと僕熱意を持って喋ってきたけども、ラマナマハリシの本質ね、日本語でサンスクリットでも英語でも喋れるわけないんだしね。それでもラマナマハリシに皆さん恋するでしょ。それは僕がラマナマハリシに恋をした思いが伝わるからです。何分の1かがね。全部は皆さん受け止められないと思うけどね。ですから言葉でもやっぱり重みがあるものとそうじゃないものがあるわけですね。選挙演説聞いてごらんなさい。国民一人一人を幸せにするっていうようなこと言ったって重みが全然ないでしょ。うん。頭の上かすみで飛んでいくだけでしょ。ですから、まあ、言葉とか文章とかに力があるとしたなら、それを語る人、書く人がどれぐらいね、その対象に恋をしているかによると思うんですよ。恋をするっていうのは、どれだけね、熱線になっているかっていうことですね。まあ、空気の恵みだってね、言葉で一回ように表現してもね、空気なくなったらね、そんな言葉さっぱりありがたくも何ともないわけですから。喉が渇いている時にね、どこそこの清流は美味しくねってねって湧き水の美味しさとか説明されてもありがたくも何ともないけども、コップ一杯の水もらったらその方が助かるでしょ。まあそういうことですよ。何でも言葉で説明できると思う思考癖に、思考癖にまず気づくべきです。まあこれは知的な人たちほどね、言葉に価値観を置いてしまいますんでね。最たる人たちは哲学者、思考、思想家、次は評論家とか、まあ文学者ですね。あと評論家とかね。まあ、言葉っていうのは内容をお互いに理解するための便宜的な手段に過ぎないっていうことで、口がなくても手話でできるでしょ。だって大きなとかってやればいいんだしね。表現する手段であってね。手段そのものに価値がありますか。この前テレビで大きな古時計を幼稚園の子がね、歌って見せてくれて、大きなっていう時こうやるでしょ。でもこれ自体にね、時計の価値はないんですよ。大きな時計って言ったって、こうやって素晴らしい表現ですねって言ったって時計ないじゃないそこに。言葉ってその程度のことなんですよ。で、言葉と結びついている皆さんの記憶があるわけなんです。恋愛って皆さん書いてごらんなさいね、恋と愛でしょ。切り離すでしょ、恋と愛で、れ、うん、愛ってひらがな4つに分けてごらんなさい。れ、何もありがたくないじゃないん、何もありがたくないじゃない。で、そういう音声のつながりに対して恋愛、初恋っていうと、瀬川さんは私の回想に書いてあるね、小学生の時のね、学級委員でなくて何とかね、生徒会長とか思い出すでしょ。その言葉が引き出す内容に皆さんは愛着を持ってるわけなんです。恋愛っていう字は今言ったようにレトンとア、レトンまでならレンコンと一緒でしょ。何も価値はないでしょ。うん、レンコンの方が価値あるかもしれないけどね。だから言葉に価値を置くっていうのはどうかしてるんだよって、言葉が引き出すことができる内容に価値があるかどうかなんですよ。だからベストセラー作家たちはコツを知っているのか、あるいは無意識にしているのか、それはともかくね、言葉によって多くの読者の記憶を呼び起こす力があるっていうことなんですね。何の記憶も呼び出さないベストセラー小説とかってないんですよ。例えば恋愛小説でね、ベストセラーになったものがあるとすると、
それはそこに書かれている言葉がね、いろいろな人のね、恋愛感情を呼び覚ますことができるからです。あるいは憧れをね、その喚起させる力を持っているからなんですね。言葉そのものじゃないんですよね。言葉によって触発される、まあ空想ね、まあいわば読書、そういう類の聖典読書と違いましてね、その手の読書あるいは愛読者をつかむっていうのはね、要するに読者の空想力によってるわけですから、何の空想もねしてくれない読者たちがたくさんいるっていうことはありえないわけですからね。要するに空想と空想のやり取りなんですね。まあ、空想遊びなんですね。あなたは空気の恵みをどう表現できると思いますか。考えなくても動いてくれている心臓の働きの恵みについてはどうでしょう。空気をも心臓をもそのように荒らしめてくれている、ね、空気や心臓はありがたいけれども、それを荒らしめてくれているセルフとそれを隠しているグルの恩寵についてはとても言葉で説明できるものではないと分かる方が、それについて質問したり考察したりするよりマシでしょう。ということで、こういう質問をするのは、まあね、レベルが低いからっていうことです。グルの恩寵の特徴をね、人に教えてもらうようによりも、自分がグルに選ばれるようになる方がどんなに恩寵そのものなのかっていうことですね。恩寵は恩恵恵みね、ひばりさん前国語辞典で調べたでしょ、何遍も出てきたからもう分かると思いますがね。なんかご質問あります。ここで言葉とが呼び出す内容、言葉が呼び出す内容っていうのは現象世界のことだけですから、下脱のことじゃありませんので、言葉でね下脱体験を呼び起こすということはできないんです。体験してないんだからまだだから言葉で呼び出せるものっていうのは、今まで皆さんが体験してきたようなことごとっていうことです。記録として持って、記憶として持っているようなことごとということですね。ですからそこからもっと霊的に進歩することをこう刺激してくれるようなものを読めばいいわけです。ということはね、まあ例えばトリプラーラハスヤとか僕が全部翻訳してあげたにしても、岩井さんにとってはあんまりありがたくないと。岩井さんが次もう一歩行きたいところにマッチしてないので、岩井さんがもう一歩行きたいところっていうとね、この僕読んでないけれども修息さんが送ってきてくれた沢木行動先生とかね、まあ、そういう人たちの方がいいでしょう、おそらく岩井さんには。あるいはティク・ナット・ハン先生の新しい翻訳とか出ればね、そういうものの方がいいと思います。だから自分がもう一歩登りたい、もうちょっと手を伸ばしたいっていうところのが一番役に立つんですよ。だから本音で勉強したらいいんですよ。僕がそう言ってるからって何もトリプラーラハスヤーねかじってみたってね、わかんないことはわかんないですね、おそらくまあこのラマのマハルシのなんか、なんでこんなものいいんだろうっていう人もいるし、クリアとかアーサナのよっぽどヨガバシティのいい教材じゃない、あっちの方が優れてて、これはくだらないんだよっていう人たちもいると思いますよ。アーサナやってる人たちはおそらくほとんどそうだろうと思いますよ。だから自分のいるね場を確認できるように気づきを鋭くしていかないといけないっていうことですね。自分がどういうレベルにあるのかわからないわけですから、将棋とか囲碁とかですとね、アマチュアでもプロでも何段って判定してくれるでしょ。今僕もしたことはないけど、オンラインで判定してくれるそうです。オンラインでね、コンピューターで対局するとね、あなたは何級とか何段とかって決めて判定してくれるんだってね。
便利な世の中ですけどもね。ヨガではそういうのないんですよ。体操だと比較的、こうお考えください。昨日、三つの世界についてちょっと話しましたけれどもね。粗雑界においては粗雑体、皆さんの肉体です。肉体レベルのことに関してはね、判定がしやすいということです。例えば100メートルを何秒で走るかって判定しやすいでしょ。あと体操、どっちが曲がりますか、どっちが反りますかっていうのはみんなで見てたら大体わかりますよ。で、それよりもわかりにくいのが精妙界にあたる心のことね。第六式の判断作用。どう判断しているかは、まあ僕にはわかっても皆さんお互いにね、6人でね、相手の5人がどう判断してるかっていうのは、おそらく僕が見てるよりもわからないだろうと思うんですね。で、記憶となると、どういう記憶があるからそういう風に考えて行動しているのかっていうのは、おそらく僕よりも皆さんもっともっと見れないだろうと思うんです。ですから肉体に関することはね、よくわかるんですが、心のことは、まあ精神作用の方はね、thinking の世界はなかなかわからないっていうことです。もっとわからないのは第八式の記憶とか実験とかそちらっていうこと。それは自分に当てはめてもレベルが肉体レベルで生きている人は肉体のことはよくわかると思う。相手のことも。でも精神世界に興味を持っている人たちはもっと興味を持っていて理解力のある人たちは他の人たち肉体派よりも相手の考えとか読み取りやすいだろうと思いますね。で、瞑想深まってて第八式まで観、見ることができるような人は肉体派とかその考え好きの人たちよりももっともっとその人の、まあ、人格っていうかね、セルフという意味でじゃない本性を見やすいだろうと思いますね。ですから皆さんが私はこの体であると思っている限り心とか記憶とかそっちはあんまり読み取れないと。私はこの体を動かしている心であると本音で思っている人は他の人たちよりももっと心を読み取りやすいっていうことですね。だから皆さんは我は肉体派なのか精神派なのか記憶実家派なのかね、自分で見ていかないといけないよね。だからヤングたちが異性に惹かれるとき肉体派時代ですから、年から言っても、大体外見に惹かれて、出会ったり別れたりするでしょ。で、年取ってくると今度は、皆さん、20年、30年って生きてくるとね、こういう心の持ち主じゃなく、こういう心の持ち主と結婚すればよかったなんて、体はどうでもいいけども、心が問題だと思いません？うん。その時だけ精神派になるんですかね。まあ自分がね、どういうレベルにあるのかを、まあ知るためには、本音でね、付き合わないと成長する仲間付き合いしないとこれは分からないんだろうと思うんですよ。だって本音では皆さんだけじゃなくね、他の人たちも付き合ってないと思いますよ。他のヨガ体操とかの団体の人たちもね、おそらくなあなあで、まあ昨日例に出したようにね、茶道会や華道会の先生たちの集まりみたいに表向きで建前で付き合ってるんじゃないかと思うんですよ。ほとんど本音で付き合うとだって喧嘩しちゃうんですよ。夫婦でもね、喧嘩になると思いますよ。それ通り越して理解し合える場合があるんですが、なるべくそれ避けたいものですから、普通はね、当たらず触らず 5,60 年来てパーっていうことになるんだろうと思うんですね。本音で付き合うっていうのは、例えば皆さんが共有フォルダー作ってね、6人でね、5人からもらって自分の5人にあげてってやった時に、僕が脚注や、まあ、メモを書き込んだり、あるいは加藤さんの場合にはご自分でメモを書いたものが保存されているとか、そういうのあるでしょ。で、みんなと交換して腹を割ってね話し合いましょうっていうよりも、付
き合っていきましょうってできるかっていうと、やっぱり加藤さんでも中村さんでもできれば自分のものは人に見せたくないと思うでしょ。まあそれが垣根ですね、仕切りですね。安岡さんでもあるかもしれませんがね。まあ、岩井さん、私はいいですよね。何が書いてあるかよくわかんないので、ね、私はいいですよなと言うかもしれませんがね。だから、自分が叱られたり指摘されたことを人の前にさらすことができないと成長はできないんですね。海と一緒でね、出さないと治らないんです。出るな出るなってやってると、可能がだんだん広まっていくんです。だからそういうの言われた時に一瞬自分がどう判断したかっていうことだけで成長、心を開いてはいない、オープンにはしていないって分かるんじゃないかと思うんですね。だから塹壕掘ったり鎧甲冑盾とかってやるわけです。中丸さんはちょっとね不器用なところあるから盾なんかねこう立ててるでしょ。気になってちょっと覗くでしょ。すると僕がバチーンってこうやるでしょ。いててて、なってやるわけね。中野さん学習するから前はこうやって左から覗いてからやられたから今度右からって言うと僕またバチーンってやってやるわけ。こっちでもいてててなって、うん。ちょっと不器用なところが中村さんはね。じゃあもうちょっといい格好しましょうってね。つま先立ちして上から覗いてやるって言うとまたバチーンって当てられて。からね覗いても当てられるなって、でも盾を手放せないなってね、まだ手放せないんですよ。どっからでも当てられるんだけどもね、安福さんのはもう高級なアンティークの鎧甲冑だからね、僕が槍とか投げてもね、まあ 5% ぐらいね壊れてきてもあと 95% はガッチリガードしてるから大丈夫大丈夫、中身は痛まないかなとそう思ってるね。うん、そういうことをね仲間内でね僕に言われるんじゃなく仲間内でね腹を割って話せるようになったら次の一歩に行けるんですよ。足が一つ上がってね手が次に伸びるんですよ。まあ、瀬川さんの私の回想なんかは他の人にね僕が書いたこととかオープンにしても特別傷つくようなこと何も書いてないしね。まあおそらく安福さんとか、中村さんの場合には僕にズバリって指摘されたことを知られるのがちょっとまだねオープンにはできないっていうぐらいにちょっと内緒にしたいっていうふうな気持ちがあるんじゃないかと思いますけどもね。まあそういうのもだんだん囲わないようにしていかないと、自分意識っていうのは仕切りですんでね、仕切ることですんでね。特別ご質問なければ10分ほど休憩いたしましょうか。